日本の銀行家東方銀行会長福島県北方市旧塩川町出身慶應義塾大学小学部卒業後東方銀行に入校2007年同校発の生え抜きとして東取に昇格したトップ在任中は東日本大震災と東京電力福島第一。 原子力発電所事故により、多くの視点が営業できなくなる中で建て直しを指揮し、取引先の経営再建なども進めた。また、行員の働き方改革などでも、県内企業に先駆けて取り組んだほか、地元産業との間で、産業連携協定を締結し、事務の合理化も図った。2020年6月、代表権のない会長に退いた。 編集長インタビュー、前編福島復興は、地銀の使命、震災の中感情系を、刷新東方銀行取締役当取、北村清志氏。日経コンピュータ。 http://itpr.nikkeibp.co.jp コロンススララッッシシュュ o スラッシュアーティクルスラッシュインタビュースラッシュ20120215スラッシュ381751スラッシュ2014年3月24日閲覧日勤祝札版47半2007年日本金融通信社2008年 AB 東方銀行直頭取に佐藤専務 日本経済新聞、https, www. 日経 .com、アーティクル、約すむぞ57171024-324-01000-2021年11月8日、閲覧。ありがとうございます。